CN ブルーは韓国出身の3人組ロックバンド。CN ブルーの名前の由来はコードネームブルー。ブルーとはメンバー一人一人のイメージの英単語の頭文字はエモーショナルを取ったものとされ、4人で一つの色を作るという意味も込められている。2019年8月28日付でイ・ジョンヒョンの脱退が決定したため、現在のメンバーはジョン・ヨンファ、カン。 民曲、イ・ジョンシンの3名である。2009年6月、音楽武者修行をするため来日。渋谷、新宿を中心に、路上やライブハウスで100回以上のライブを行う。8月19日、日本でインディーズレーベルからミニアルバム、Now or Never を発売。9月、クオングアンジンが脱退し、イ・ジョンシンが加入。2010年1月14日に、 韓国で発売されたミニアルバムブルートリーでデビュー。6月23日に日本でシングルザ・ウェイを発売。12月、韓国にてゴールデンディスク賞、デジタル部門本賞、メロンミュージックアワード、新人賞などを受賞。2011年1月9日に日本で3枚目のシングル RE メンテナンスを発表。インディーズながら、 オリコンデイリーチャートで2位を記録した。3月21日、韓国で初めてのフルアルバム、ファースト STEP を発売し、10万枚を超える大ヒット。10月19日にワーナーミュージックジャパンより発売されたシングル、インマイヘッドで日本メジャーデビュー。デビュー当日、東京、新宿ステーションスクエアにて、シークレットのフリーライブを行うも、 約7000人が集まり、3曲演奏予定のところを1曲、インマイヘッドのみ演奏して、中止となった。2012年1月11日に、第26回ゴールデンディスク賞受賞式にて、アルバム本賞、1月12日に、音源本賞、ビビドリーム賞、アジア最高グループ賞を受賞。2月1日にメジャーセカンドシングル、Where You Are を発売し、 オリコン週間シングルランキングで1位を記録。海外バンドでは41年ぶりのシングル C 獲得となった。1月31日、MTV アンプラグドに韓国人として初めて出演。2013年1月14日に韓国でミニアルバムリ・ブルーを発売し、アメリカのビルボードワールドアルバムチャートにて1位を獲得。2018年3月5日に、 ジョン・ヨンファ入隊。5月21日に、ジョン・ヨンファ除隊まで新作を5曲連続配信する、プロジェクト、フィール・ザ・ファイブ・ワイの第一弾デジタルシングル、レターの配信を開始。7月31日に、イ・ジョン・シン、カン・ミンミヒョク、8月7日に、イ・ジョン・ヒョンが入隊した。8月29日に、初のベストアルバム、ベスト・オブ・シー・エヌ・ブルー、アワー・ブック、 2011から2018を発売。2019年8月29日にイ・ジョンヒョンが脱退。フルアルバムミニアルバムベストアルバム。ありがとうございます。